スバルは2024年10月17日新たなハイブリッドシステムストロングハイブリッドを発表しクロスオーバー SUV クロストレック日本仕様に初搭載するとともに予約を開始しました正式発表は2024年12月を予定していますこのストロングハイブリッドは エンジンとモーターを効率的に使い分けるシリーズパラレル方式を採用し走りの楽しさと環境性能を両立させた次世代ハイブリッドシステムですクロストレックに搭載されるのはスバルのシンメトリカル AWD 全輪駆動と新開発の2.5リッター水平対向エンジンを組み合わせたものこれにより 力強い走行性能と高い燃費性能を実現しました。燃料タンク容量は63リットルに拡大され、さらにマイルドハイブリッド E ボクサー車に比べて、約20%の燃費向上が達成されています。その結果、スバル車史上最長となるワンタンクで、 1000km 以上の航続距離を誇るモデルとなりました。また EV 走行モードも採用され、静粛性も向上しています。ストロングハイブリッドシステムは、駆動用モーターと発電用モーターを備えた新開発のトランスアクスルを採用し、リチウムイオンバッテリーを車体の2室フロア下に搭載しています。これにより、 走行中のモーター駆動をメインにしながら、エンジンが必要な場面を保管します。クロストレックのストロングハイブリッド車は、プレミアム SHEV とプレミアム SHEVEX という2つの最上級グレードで提供されます。外観では専用の18インチアルミホイールや E ボクサーエンブレムが備わり、 内装には専用インテリアやパワーメーターが装備されます。さらに、プレミアム S、HEVEX には、スバルの高度な運転支援システム、iSightX イイが搭載され、高速道路でのハンズオフアシストなどの機能が利用できます。価格は12月に正式発表予定ですが、現行のリミテッドグレード 税抜313万5000円に比べて、プレミアム S ・ HEV は約35万円高、プレミアム S ・ HEVEX は約55万円高になると見込まれています。